おはようございます、ジンムです。今日はリブリーをやっていきます。なんとめちゃくちゃ可愛いガチャが来たんですよ。今日はそれを引いてコーディネートしていきたいと思います。イエーイ。ということでまず早速ねガチャチェックしていくんですけれど、これです。虹色パンケーキの島。もうね見るからに可愛いが詰まったスイーツたっぷりパステルカラーのガチャとなっています。こういった系統のガチャは久しぶり、最初以来なので、もうねめちゃくちゃ楽しみ。いやもうとにかくいろんなものが可愛いんですよ。はちみつたっぷりのパンケーキ、リボンの虹、ファッションもめちゃくちゃ可愛い。見てお団子頭もあるの。これ全部欲しすぎる。このツインテもめちゃ可愛いし、いやもうとにかく可愛いが詰まりまくったガチャ。アイテム一覧も見ていきましょう。虹色パンケーキタワーの木なんてさ、ビブリーが乗っ取るよ。なんだこれ、可愛すぎる。うわー、アイランドも本当にめちゃくちゃ可愛いな。たっぷりホイップクリームとか美味しそう。ペチョットストロベリーアイス溶けてる、美味しそう。いやもうスイーツ大好きジムにとってはたまらん。でも今回はやっぱファッションの方が気になるかな。このメッシュツインとシュガーブルーアイも可愛すぎるし、これこれ、ウィントアイスツインが欲しすぎる。ペロリンスイートマウスも可愛いね。そしてこのワンピースも本当に欲しい。他にも頭に乗ってるアイテムとかも可愛すぎるし、シンプルなワンピースもねめちゃくちゃ可愛いんですよ。ということで引いていきますか。早速。うわ緊張するな。2回引けるかな。まずはファッションからいこう。いやもう本当緊張する。今までで一番欲しいかも。さあ来い来い、欲しいやつ来い。王冠は3つです。わ、水玉ワンピかわいい。おー、チョコスプレーもかわいい。アイスヘッド、あー、靴もゲット。あ、ワンピもゲット。の、ノーズも来た。そしてお、あ、やったやった、ワンピのレア来ましたよ。さあ、最後は熱い、やったSR こそは手に入らなかったけど、欲しかったアイテムが結構手に入りました。やったね。うわ嬉しい嬉しいけど、やっぱ SR 欲しいな。 SR 欲しいけどグッと我慢して、とりあえずアイランド行きますか。アイランド引いていくよ。 SR を引くことはできるのか。来いよ。さあお願いします。もうマイクの前で手合わせてます。王冠4つ。お、ホイップクリーム来た。プリンパフェ、なめらか生クリーム、ジャム、かわいい。ポケットキャンディー、いいね。あー、ジャムかぶってしもうた。お、シュガークッキープレート。お、R。 お、やったやった、空が来ました。さあ最後 SR 来いか。あー、デザートプレート R でした。いや、なかなか出んかったけれど、どれもかわいいから OK です。いやでもちょっと悔しいな。あと4回引けるんで、これでファッションガチャを単発で4回引いていこうかなと思います。さあ頼んだ、激レアよ。来い、単発でこそ引けるかもしれない。なりきりコーン、ノーマルでございます。さあもう1回いきますよ。単発来いよ。単発の力を信じてます。さあ SR 王冠3つ。R の音がするけど、あ、ホッピングコーデワンピかぶってしもうた。誰かと交換してもらおう。さあワンモアワンモア、お願いします。来い SR 来い。王冠2つ。あ、かわいい、ふわふわホイップリボン、かぶってないね。ラスト1回、奇跡を起きますように。いけ、頼んだ、来い。ドキドキ。王冠1つ、髪の毛でした。悔しいけれど仕方ないということで、コーディネートしていきましょう。じゃーん、できました。持てるだけのアイテムを使ってめちゃくちゃパステルカラーなアイランドとホムを作り上げることができました。いや可愛くないですか。あ、みんな寝てる、可愛い。リブリーアイランドの一番最初のガチャであるイチゴのガチャで手に入ったアイテムとの相性がすごく抜群で、今回組み合わせてみました。
そんなに持ってなかったんだけれど、少しだけこのケーキとかジュースとかね。で、わたあめちゃん用に手に入れた大きな雲を配置することで、アイランドにすごく馴染んでます。手前側にも手に入ったプリンやキャンディー、ジャムなんかも置いてあって、いやもう本当に美味しそうな空間で幸せすぎる。からのホムです。ホム、めっちゃ可愛くない？このお団子とこのワンピース。ワンピースさ、ビーンズが細かくついてるんだよね。これがほんまに可愛いし、風船とかもいい色してるし、頭のねクリームのリボンも可愛くないですか。で、今回はお団子頭そのままかぶってみたんだけど、結構いろんな組み合わせあって、前髪を変えることでね、いろんなお団子が表現できるんですよ。これとかも結構目が隠れてて可愛くない？不思議ちゃんっぽいおかっぱだったりとか。あ、坊主はあかんね。坊主毎回面白い。そう、いろんな組み合わせがかなり楽しめるし、前髪も結構優秀で、前髪がこの青のままこういう三つ編みにしたりとか、髪の毛を生やしたりとか、この色のね髪の毛なかなかなかったので、すごく可愛くないですか。このストレートとかもすごく似合ってるし、ボブでもいいよね。いや可愛い、この水色。二つ結びも可愛い。あともう一個ね、このふわふわカスタードショートヘアもいいブラウンの色をしてて、後ろ髪との組み合わせも抜群だなって思います。結構リブリーのアイテムの中で髪の毛が一番組み合わせの可能性が無限大で面白いかも。で、洋服もね、他にも色々手に入ったなりきりコーンだったりとか、このキャンディー水玉ワンピめっちゃ可愛いよね。シンプルだけれどすごいあざとさがある。このワンピとこのお団子頭の色合いがバッチリだね。可愛い。そしてキャンディーピンクワンピもあります。ピンクにするならこの髪型もありかもしれない。いやもう可能性が無限大すぎてね、めちゃくちゃ可愛いアイテムばかりでした。最高すぎるアイテムの実装ありがとう、リブリー研究員の皆さん。いや、しかし GP が尽きてしまったな。また頑張って集めたいと思います。じゃーん、見てください。フレンドさんからアイテムをいただいたり交換したりして、アイランドやホムをもっとスイーツまみれにすることができました。イエーイ。いやもうね、神だわこのガチャ。どのアイテムも可愛すぎる。まずね、このフレーム可愛くないですか。結構見える領域が狭まるんですけれど、パステルカラーのボールがね、並んでいる形になります。そしてパンケーキ。いや、パンケーキめちゃくちゃ良い。このパンケーキ、普段だったらこの上に乗ると思うんだけれど、こうやってお皿の上にリブリーたちやホムを移動させて、ここでね、パシャッと撮ってもとても可愛いのでおすすめです。またパンケーキのデコレーションもね、アイスとか、トッポとか、いやトッポじゃないか、なんだっけこれ、ポッキーだっけ、ポッキーだわからなくなった。ポッキーが刺さっていたり、ペロペロキャンディーや風船なんかもね飾り付けております。どこまでも可愛いんですよこれ。可愛いの極みすぎる。そしてホムもね、もうジムこれ完成形ですね。まずこのモフモフな首と腕はめっちゃ可愛い。これだけでも全然可愛いんだけれど、よりモフモフ度が増してね、天使になります。そして髪型の組み合わせはね、やっぱりジンもお気に入りのこの紫の髪とお団子のセットがバッチリでした。そしてリップもね、いただいたんですよ。このペロってペロって舐めてるリップ、ペコちゃんマークみたいで本当に可愛すぎる。この口も最高。そしてフレンドさんからね、採集させてもらって、このネオピグミーちゃん、ピグミーちゃんの変身役を作れるようになりました。よし、これ早速作っていこうか。プラステリンを生成。じゃじゃん。これね、何が変わったかってね、一瞬わかんなかったんだけど、どうやらね、尻尾が生えるらしい。細かすぎる違いなんだけれど、せっかくなので変身させていこうかなと思います。ピクミーをネオピグミー P1 へ変身と。尻尾が生えるのかな、ポツン。生えた生えた、違い分かった。みんな尻尾がね、あー生えてる生えてる。ちょっとよくわからないけれど、一応生えてますね。あ、鼻ひくひくさせてる時に尻尾がピクピクって動いたり、歩いてる時もねゆらゆらと揺れてますね。かわいい。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。コーディネートの参考になったよって方や、可愛いと思ってくれた方はチャンネル登録、高評価ボタンのポチリをよろしくお願いします。またリブリーの動画の続き見たいよって方もぜひ高評価ボタンのポチリをお願いします。今はツイッター、インスタグラムもやっているので概要欄からフォローしてもらえると嬉しいです。それではチームでした。バイバイ。バイバーイ。